映画は、新末民発のジャーナリスト、教育家。字は治むの、号は安はしなへ。子に教育者、英語学者の英知里と映画女優の英主とねがいる。俳優、翻訳家の英は鎌子とは孫。満州成功基人で北京に生まれる。幼い頃から、儒教教育を受け儒教の教典に通じていたが、民末に、 キリスト教に改修した学者の本を読みキリスト教に興味を持つようになる。22歳の時にカトリックに入信した。そしてついに儒教すなわち中国の文化とキリスト教すなわち西洋の文化は互いに補い合うものだとの確信を持つに至る。それよりカトリックは英家の伝統となり、この英知里は民国はじめのカトリック教会の在族の指導者となった。なお 映画自身は、儒教、キリスト教だけでなく、仏教、道教、イスラム教等も研究していた。1898年から1900年まで、映画は、甲州湾中東のフランス軍や天津における、フランス国の教会、雲南省の盲事県庁において、文案を務めた。1901年、映画は、天津に戻って、翌年に、大広報を、創刊、後に、 主筆も務めている。1912年、映画は大広報主筆を辞して、北京の香山に隠居したが、以後は教育者として活動する。例えば私立西洋子女学や婦人社を創設して、若いカトリック教徒に学業を受けさせた。その後、婦人社創設の際の協力者である馬合、白と共に、カトリック教徒のための大学創設運動を展開していく。 ついに1925年は秋に、婦人者を改組する形で、北京公共大学附属婦人者が北京に創設された。1926年1月10日、北京市にて61歳で病没。著書に、一万末の人間禅、感覚在ことなどがある。ありがとうございます。